される皆さん、ライフジャケットは必ず着用してくださいね。立ち入り禁止での釣りや危険区域での釣りは絶対にやめましょう。お酒を飲んだ日や波の高い日は釣りに行くのもやめてくださいね。単独での聴講は避けて複数で釣りに行きましょう。携帯電話を使用する際は防水パック入りに入れて使用してくださいね。よろしくお願いします。